っちゃナチュラル。あーぷっくり、ね、ぷっくり爆誕しました。爆誕。トワイスのメイクを担当しているウォン・ジョンヨ先生の、すごいなんか今までにない自分ですね。Here we go! レディーゴー！エリーゴー！千葉エリーです。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日久しぶりにまたすっぴんですか？すっぴんです。お、めちゃめちゃ見えないけど今日、いや相変わらず可愛い。じゃあ今日の企画は何か。はい、左右メイクをしたいと思います。話題の話題の左右メイク初挑戦。初挑戦ね。ちゃんいつもね365日メイク同じって、はい一緒なので今回楽しみです。めっちゃどうなるのか、ね、ちょっと初めての再メイクを探り探りで、はい、いろいろやっていこうかなと思います。はい、じゃまず一応左右メイクとは、左右のようにナチュラルで透き通るような肌で、サイドは低めで、全体的に結構締めた色とか使わないで淡く高投げな透明感を出すようなメイク、うん、おー透明感、透明感、はい、楽しみ。大事、手探りでやってみようと思うので、はい、皆さんお手柔らかに。はい、手柔らかにお願いします。お願いします。はい、正解はないので、はいはい、まず土台から作っていこうと思うんですけども、はいはい、透明感の土台は白くてマットな肌。あ、大好き、うん、なのでマット好きのエリちゃんがいいと思うので、はい、紫の下地を使用して透明感を上げたいので、はいはい、エリちゃんがいつも使っているのが紫のものね、はいはい、マジョリカマジョルカのスキンナビゲートカラーピンクラベンダーの下地です。はい、最近スポンジを使わなくなったんですよね。なんで？あのクッションファンデのスポンジを、うんうん、使い始めて、前までクッションファンデのスポンジ使ってなかったんですけど、クッションファンデのブランドを変えて良さそうだったから。フェイスメイク、はい、こちらもマット肌を意識するために、はい、ファンデーションもエリーちゃん大好きのいつものマット肌に、ヘラの黒のクッションファンデ初登場。はい、初登場です。一番明るい13番、お 13NN1 番、お、これ最近で新しく出た一番明るいやつらしいです。これが出て、うん、あの前13番だったやつが17番に変わったんですよ。あ、そうなんだ、はい、これ本当にこれ分かるかな、めっちゃ白いんですよこれマジで白い全然違う。本当だ。クッションファンデいつも一番明るいやつ買ってて、うん、でもこれ明るすぎるかなと思って一か八かで買ってみて、でも普通に良かったです。でもちょっと挑戦しにくいなって人は絶対17番かその下買った方がいいです。でマジでこのファンデーション大好き、めっちゃ綺麗、本当に大好き。てかなんかムラも全然ないし、うん、めっちゃ綺麗に塗れますこれ。パウダー、はい、あんまり見せたくない。出た、やばまた塗った汚い、なんでこんなに汚いの。私前これになってたの見てないイニツフリーのノーセバムミネラルパウダー N。 なぜそうなったかというと、アイラインの出が悪い時にティッシュとか手にやるよりこういうプラスチックのところに書いた方が出やすくなる気がするので、もう鏡とかこういうコスメとかがいろんな被害に遭ってます。エリーの仕業でパウダーとか鏡見ないでやるので、このこういうこうやって触った感触で、あ、もうちょっとだとかやりながらやってるので、結構感覚でやるね、感覚でやっちゃいます。そのせっかちなのでわざわざ鏡を出したくもなくて、なるほど、ね、早く終わらせたくて。で次は眉毛に行こうと思うんですけど、はい、ここからはちょっとこっちで用意したコスメを使っていこうかなと思います。はい、メイベリンブローインクカラーティントデュオ04番、はい、ダークブラウンです。これはアイブロウは結構黒に近い、うん、もうだいぶ黒目でふんわりと描いていった方がいいということなので、目と眉毛の距離は近くしていった方がいいそうで。でもこれめっちゃ描きやすい、なんか優しい力で描ける。もうね、色もしっかり出てる、うん、もう眉毛にこんな時間かけたことないセザンヌノーズ&アイブロウパウダー02番ナチュラル。右側をちょっと取って、
少し違う。うわ、すごい細い。ね、ここが細い。アイシャドウが、はい、TWICE のメイクを担当しているウォン・ジョンヨ先生のメイクですね。すごい可愛い。マジで可愛い。ね、下段の左下、目の周り全体に塗っていきます。で、下まぶたも。そうだ。すごいナチュラルで、もうそういうメイク綺麗、めっちゃキラキラは上段の真ん中、あれですね、そこを取って眉尻の方に、はい、ふわっと、こんまりと上ですか、うん、上の下の眉尻の方に、ふわっと、あ、すごい、うん、綺麗綺麗、なんか、いつも同じメイクしないから感動が、うん、すっごい、すごい、色がやっぱめっちゃ可愛い、マジでこのパレット可愛すぎる、うん、可愛い、うん、キャンメイクシルキースフレアイズの03番です。はい、これの白い明るい色のところを、はい、使って、はい、セザンヌ角二重アイライナー03番の影用ピンクです。初めてです。すごいピンクだ。そう、一色感のあるので、めっちゃナチュラル。あー、びっくり。ね、びっくり。爆誕しました。爆誕。はい。上段左上。これめっちゃ可愛い。ね、マジでキラキラ。これを上まぶたに広く乗せていきます。はい。でも絶対ギラギラにしちゃいけないので。はい。やばい。めっちゃ可愛い。可愛い。少女感を少し足していこうかなと思って。はい。はい、はい、ヒーミーアイカラーパレットコットンローズ、真ん中の上下、はい、2色あるんですけど、はい、これを混ぜて、はい、混ぜて、うん、白目 の、 あの目尻の部分と目頭の部分、黒目以外の下まぶた の、 この目尻とこの目頭に、はい、これは上と下もですか、うん、下だけ、あ、下だけ、はい、すると根元に血色感が出て少女っぽさが出るそうなので、アイラインでいこうと思うんですけど、はい、サルメイクではまつげの間を埋めて細く引くことでナチュラルに仕上げるのがポイントだそうです。はい、キャンメイククリーミータッチライナー02番、マスカラは細く長く作ってセパレートに一本一本伸ばす、はい、伸ばすっていう形だそうなんですが、すいません、はい、今日はすいません、もう 1,2 時間前くらいにまつげパーマをしてきましてかぶさないとね、はい、そうなんですよ、本来ならちょっとこのマスカラを使う予定だったんですけど、キャンメイクのクイックラッシュカーラーです、はい、これをじゃあ本来は塗ってるということで、はい、はい、今日はすいません、すいません、本当にすいません、はい、皆さんやるときは、一本一本伸ばすように、はい、細く長くうまく塗っていただければ。チークはさっき使ったウォン・ジョンヨ先生のパレットに戻ります、はいはい、でもとにかくサユメイクはチークを濃くしちゃいけない、はい、もう本当入れてんですかぐらいな感じにするらしくて、はい、上目に目と平行になるようにほんのり上目に、もうほんのり本当にちょっと、ノーズシャドウを使うのは、はい、まずそう、これ100均です、ビューアーグラムアイブロウパウダー 03B、 はい、鼻筋の、はい、目の横からスタートして塗っていって、はい、小鼻の上まで、この鼻の穴の内側の上、そう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 、で残ったやつは小鼻部分にも入れていきましょう、はい、うん、ここですか、あ、そう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 、あ、ここいつも入れてます、あ、いつも入れてるか、はい、じゃあいつも通り、キャンメイククリームハイライダー03番、はい、こちらは、目立ちすぎないように入れていくんですが、はい、まず鼻の下半身部分、はい、目頭にも少し入れましょう、はい、上唇の上、それは結構多めに入れちゃって大丈夫、
色味を抑えたリップっていうのを、はい、サイメイクでは粘膜色とかを使う方がいいそうで、これも YouTuber さんをいろいろ参考にさせていただきました。はい、ヒースムードインハンサーウォーターリキッドグロー W001 番ニューアリュール。あ、かわいい。めっちゃかわいい。これをまずちょっと指に移して唇に塗ってみる、はい、しかも私の好きなテクスチャーちょっと固めのふっくら見せたい部分に直接塗ってきます。おー、すごい。あ、すごい、めっちゃいい感じ。めっちゃ可愛い。これでサイメイク完成です。お、完成。え、超可愛い。可愛い。あ、いい感じ。どうですか、ちょっと。え、すごい、なんか今までにない自分ですね。すごい、アイシャドウ薄いのめっちゃいい。シャドウの色が可愛い。え、マジで可愛い。え、これめっちゃいいですね。ね、ウォンジョンヨ先生の超綺麗な発色だから、うん、すごいサイメイクにぴったり。すごい、いい感じ。良すぎ。完成です。初サイメイク手探りでやりましたけど、はい、めっちゃいいです ね、いい感じだね。すごい、可愛い。いつもは本当にブラウン系のアイシャドウしか使わないので、ちょっとなんかオレンジがかったあのアイシャドウだったりピンクっぽいやつだったりいろいろ使ったので、本当にいつもと違う自分でワクワクします。他もね、なんかいろんななんとかメイクとかもまた挑戦しても、うん、したいです ね、なんか皆さんやってほしいのあったらコメント欄に。ぜひ待ってます。この動画が良かったなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。